昭古鉄道とは、新潮時代、上海から五省鎮までを結んだ鉄道。1877年に廃線、撤去された五省鉄道を森旋海が再建し、1898年10月1日に開通した。上海の地図昭古鉄道の建設後、南側は上海共同疎開のすぐ隣となった。20世紀初め、共同疎開は、 道鉄道の東側に、北支線路、東楽安筋、施工道路、敵思い色などの疎開をまたぐ通りや、高校公園などの公共施設が建設され、中東ランクのコミュニティを形成していた。住民は、関東人や日本人が、比較的、多かった。これと競うように、道鉄道の西側の港北地区にも宝山路、宝通寺、大鳥橋路、 天通安寺などの通りや商務院所管などの商工業企業や文京機構が設置された。これにより、同鉄道の南側は都市の繁華街を通過する鉄道となり、宝山路、航路など多くの道路が同鉄道と平面交差していた。1932年の第一次上海事変と1937年の第二次上海事変の際は、同鉄道の両側が 日中両国の軍隊の最前線となり、激烈な争いとなった。この戦火の中で、同鉄道は破壊され、大部分は再建されたものの、再建することができず、没落した地区もある。同鉄道は、1963年1月に旅客の取扱いを停止、1988年に貨物の取扱いも停止した。 1997年に水あずまじより南側 4.7km が撤去された。撤去された路線上に高架鉄道が建設され、上海軌道交通3号線として2000年12月16日に営業を開始した。宝山土駅から港湾鎮駅までの6駅が旧商湖鉄道上にあり、宝材鋼鉄付近までが旧商湖鉄道の路線である。 ありがとうございます。